賭博魔術録マリサ始めましょうか。東方キャラ、特にマリサが跡形もないほどのキャラ崩壊を起こしていますが、決してバカにする意図はございません。マリサ好きだからやってます。キュートアグレッシブです。 2000X 年、キレサメマリサは最悪だった。高級車のエンブレムを盗みタイヤをパンクさせ、ホームセンターの地下闘技場に入り浸る日々。魔王いる最近暖かくなってきたな。レイムのところにでも行くか。まずちょっとまあいろいろはあーもうこの川村とか許されてんのか、これ大丈夫なのか。アルティメットなんか読めないマーク85、普通の魔法使い。俺さ、東方キャラってさ、あの本当にマリサとレイムぐらいしか分かんないんだけど、あのゆっくり実況とかゆっくり解説とか見たりするかも。おっと、負けー。まさかゲームオーバーになった、まさかゲームオーバーになったりしないよな。おい、なんかそうだろうなと思った。あの流れね。でこのバカゲーだしね、もう絶対死んだろうなと思ってた。でもちょっと間があったからワンチャン生き返るから、そうね、まあこれも死ぬんだろうな。大体このゲームのことが分かってきたようだな。なるほど、じゃあこれも死ぬね。じゃあもう死ぬか、ケーキ好きにな。これも死ぬんだろう。で、あ、死なない、意外と死なない。ということはまさかのこの魔王様死なない。キョイキョイキョイ、死なない。本当に死なないとはたまげたね。土の子なんだこれ。あとさ、ナチュラルに家燃えてんの何なんで俺放火されてんの、大丈夫そうかな。ガオーキョエーあーぎっくり腰、捻挫、何でもいいよもうせめて呪いで殺されようよ。物理的に死ぬんだね結局。じゃあ貞子あんま関係ねえじゃん、びっくりして死んだだけじゃねえかよね。これは死なないんかい。絶対なんか落ちて死ぬかと思いきやさ、てかさ、あとさ、これなんか顔グラの方ではちゃんと首あるけどさ、こっちはゆっくりだよねまあいいんだけどさ、歩行グラと、ん、誰だお前、お前がキリサメマリサだな。あ、そうだけど、だったらなんかあるのか。お前白霊レイムの借金の連帯保証人になっただろ。あ、そういえば酔ってる時になんかサインさせられて、そりゃダメだろ。連帯保証人は一番ダメだからねレイムが借金払わずに高飛びしたから代わりにお前が払うことになった。なんだそれ。で、いくらなんだ。 6.02×10の23兆円だ。あ、いくらだって。 6.02 だ。 6.02 って何なんだその小数点02はよ。まあただそんなことはどうでもいいぐらいに後ろにやばいのがある。かける10はまだわかるんだけど、23乗って何それつまり1が1もこう変えあるのか、もうよくわかんないことになっちゃってる。もうそうだ、なるほど、案外難しい問題じゃないな。簡単に見積もることができるってな。ダジャレした感じ今ね。あははは、おっと、負けー。さすがにこの額は払えないだろうな。当たり前だ、世界中の資源化計算を作れるわけがない。というか幻想現実通貨とかないだろ。ちなみにこれを払わないと地底で99999999年強制労働まあ死ぬまでってことな、それな。ほぉ、無理無理、絶対払えないすんだろ。てかレイム何しろ、それ借金できるの。無理無理の無理、無理無理の無理だろうな。だからそんなお前に朗報だ、今夜エスポワールという船でちょっとしたミニゲーム大会があんだとさ。それ賞金いくらだと思う。もったいぶらずに言えよ。 6.02×10の23兆円です。参加するかしたい。もうこれのために用意したみたいな賞金額だな。しないならこの場で指定期間確定するけど。あー、いくいく、ちょっと賞金取ってくるから寝まくってくる。なるほどな、じゃんけんカードバトルが始まるっていうことかな。なんだ、いくら待っても迎えが来ないぞ。まさか忘れたのか私のことを。まあ考えても仕方がないな。もしも来なかったら月の高飛びの大きな、ずっとじっとしてると潮風で干からびそうだ。その辺を見てくるか。もうこれだな、ジュースの自販機だ。何か買うか。いや、買っちゃう、し待て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 、落ち着け落ち着け落ち着け。こんなんでも一回はしとかないとね、さすがにね。な、全然使えないじゃん。は、え、どういうこと。まあこの際だから全部買う。こんなことにお金使っちゃって大丈夫かな。駅前によくあるやつ、 HP の 10% 回復プラス300回復。なんかさっきから読めないの、なんなのこの適当な漢字が当て込められてさ、 S が名前についてくる技を使う。ん？ S が名前についてくる。パンジャンドラム。救済アイテムだと？セット目だと一緒は買っておこう。後から手に入らないよ。買っちゃった。相手に使うと油濡れ状態になる。ドラウンズドグマであったやつ。はあ。まあ、とりあえず、他も調べてみ、ん？お祭り男、出ようとすんな！全身骨細骨折、大体もうなんかすごいことにとにかくなってるんだねまあ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 、もう1回目じゃないですから、何回も死んでますから、もう慣れたもんですよ。これ買うべきなのか。一応買う世界線と買わない世界線分けとくか。
買っていいのかよくわかんないんだけどさ。あとこれが死にゲーってことをすっかり忘れてたけど、気をつけ。あ、どうも。ね、もう絶対に死ぬじゃないですか。ねえ、何、殺すぜ殺すぜ。ダメダメ、絶対殺す。ギャンブル大会が始まる前にチャレンジャーを決勝受けての依頼だからな。あ、そうか。 6.02×10 の23兆円もの大金。こんなことする奴がいてもおかしくないの。おかしくえない。気づくのが遅かったな、キゼンマルス。お前は家で寝てるのが最適解だったのな。あ、それは違うな。私の最適解は全員潰してのし上がるんだ。随分と自信があるようだな。だがその自信はお前の身を滅ぼすことになる。自信じゃない、確信だ。こんな雑魚しか雇えない奴なんてたかが知れている。あっぱっぴー、人間の小娘がずいどんなクソゴミがバトルにまさかなる。貴様が死ぬ前に教えてやろう。通常攻撃や TA 技という表記がある技は発動前に24タイミングバーが表示される。アンダーテールのような施設。タイミングよくボタンを押せばダメージ。よくわかんない、やってみりゃわかるかな。とりあえずマスタースパーク、マジックアブソーバー。あ、でもスペルカード1消費しちゃうよこれ。なるほど。じゃあこれは、あ、そういうこと。あー、斬新なシステムだね。これはとりあえずスペル、あい、お、麻痺した。スペルカードを使わないシステムのやつでやった方がいいよな。じゃあまあこれファイヤー行こうか。はい、ちょっとずれちゃったけどいいダメージだ。ちょっと麻痺したのになんでお前動けんの。行くぞ行くぞ、来るぞ。はい、あー、惜しい。強くないっていうか。やべ、あ、あ、防御しちゃった、間違えた。プルピキャー、危ないよ。アイテムで回復、あー、これか。味噌汁飲んで、あぶねー、危なかったな。まだ味噌汁買わないとね。はい、348。このシステムすげえな、おい。これで、はい。ちょっと待って、なんで全然ダメージ、今ダメージ全然取らなかった。そしてもう味噌汁はない、終わった。使うしかないのかなあ。スーター魔法攻撃を防ぐんだな、ミツオ。敵全体を吹き飛ばすレーザー。いやでもこれ使ってたら多分こんなところでこれ使ってたらダメだと思うから頼む。あ、避けてみろ、暗い。避けてほしいのか当ててほしいのか、なんかけば無理。強すぎないか、倒さなきゃいけないんだ。だったらだよ、味噌汁買いまくれなあ。味噌汁以外ゴミじゃねえか。これで再戦しよう。いや、まさかさ、あの登場の仕方だったからさ、普通に即死ゲームオーバーになるのかなと思ったらバトルになるんだもん。倒さなきゃいけないんだよねこいつね。でもなんか麻痺あんまかけてもあんまり微妙だった気がするから、これをひたすらに、なんかあれだな、ムラがすごいな。108、あれさっきなんか600とかダメージ食らってたのはあれたまたまか。ちょっとゆる、あー本当にシビアなんだ。真ん中からちょっとでもずれたら味噌汁飲むか。危ね、死ぬとこだった。本当にシビアなんだね、結構大変じゃん。あー、これずれすぎた。236、うん、なんか幅がすごいな。はい、これはど真ん中514。おー、ど真ん中やっぱ強いわ。で次そろそろ死ぬから味噌汁飲んで、ガブガブ味噌汁飲ん、あ、いいよ、ナイス。そしてまたちょっと早かったか、278。これこのシステムに慣れるまでちょっと大変だね。あ、開始、お、859。あ、来た。これに耐えれば、耐えた、ナイス。これに耐えれば勝てるんじゃね。さあどうだ、おい、ナイス。お金500円、あっぴょー、買ったんだか、よかったんだか、小島なんだか。しかし誰の差し金なんだ、ちょっと注意した方がいいな。あ、これ罠です。嘘でしょ。おい、ふざけんなよ、おい。やっていいことと悪いこと区別つかない感じ君。よし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 、あぶね、戻ってきた。死にかけてるよ。いる、あぶね、あぶね。ちょっと待って、まだまだ待って、銃使わないと。死にかけてんだよ俺。1個じゃ足りないよね。でさっき気づいたんですけど、このあぶねと多分相性いいんだよな。これこれいっぱい買っとこう。これね、これ買ってからファイヤー打つとなんかダメージが上がってる気がする。たまたまかもしれないけど、体感今試しにやってみたんだよね。カットになってると思うけど、キーソンマルソードの、そうだか、今から読めないに乗ってもらいます。あ、エスポールか。待ちくたびれて塩漬けになりそうだったぜ。マリサは知らなかった。
この船で地獄の一夜を経験することになるとはな。いや知ってるから、逆張りオツあん切れてたクソ。エスポール仙台、私はトガネワだ。皆さんにはギャンブルをしてもらう。トイレどこ？入り口の右側。さて、賞金は 6.0 にかける10の23乗円。優勝者1人の口座に振り込まれる。以上、健闘を祈る。待てよ、ギャンブルって何するんだよ。いいよ、来いよ。大人は質問に答えたりしない。それが基本だ。いや、さっきトイレどこにあるか答えてたやん。矛盾してませんか？はいか、家で答えてください。それってあなたの感想ですよね。何かそういう証拠であるんですか？証拠も何もここにいる全員が聞いてたと思うんですけど、今から全員聞いてみましょうか。そうだそうだ、いつだと確かに矛盾してるってはっきり分かんだね。圧倒的奇弁。ぶち殺すぞゴミメラ。想定内。クズどものヤジエドでは同時のトガネは。完全に押し負けていたけどな。ぶち殺すぞ金髪ハゲ。金髪なのかハゲなのかどっち？あ、ちなみにトカネワさんの機嫌損ねると問答もやる資格だから。というわけでギャンブルスタートだ。マリサたちは部屋へ移動させられる。ここが最初のギャンブル。うわ、なにこれ。地獄のヘルインフェルノだ。ザワザワ。いや、こんなの 0.001 秒でクリアしたのか。小島なんだか。あ、待て、てか、せっかく小島って何。ひわなぜ木箱になったな、おったまげお気づきだろうが、ここで行われるギャンブルは命がけで行ってもらう。なんだと、そんな無茶苦茶な、この人たち、鬼、悪魔、バカかすゴミしねえハゲ。慌てられるな。 6.02×10 の23乗もの大金、たとえ半物質810個売っても手に入れられねえわ。貴様らは今までグズみたいに過ごしおいてノーリスクでそれを手に入れようだと。少子千万。ううギャンブル、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 失敗したら死グニャクズどもに死の恐怖を乗り越えることができるか。いいな、凶暴な捕食者でさえ死の前ではひるんでしまうものよ。それは平和ボケしたクズが乗り越えられるわけがなかろう。そんな、いや、よく考えたら大した問題でもないな。要は死ななきゃいいんだろ、こんなこと毎日やったら。よし、とっとと行くか。まあそうだな、俺今まで何回も死んで何してんのお前。あー、当たったらダメなんだね。なるほど、長いんだよ、さっさと殺せや。もう分かったからさ、一発目のエフェクト出た時点でもう分かってたから、だったらさっさと殺す、こういうことね。で、おじいちゃんの形見取ってデスボクサーを漁る。スペルカードゲット。これスペルカードさ、温存しといたからまだ4つあるから、どうせラスボス戦でさ大量に使う。なんか下に書いてあるな、ヘルってこと。ヘル、やばいってね。ゲーム性が変わってきてるって。ダクオル、ははくそー。あー、なるほどな、あそこちょっと鬼門だな。あ、じゃあこれと、まあここまではいいでしょう、セーブしちゃってもな。で、こっからだ。これ下か、下通り抜ける感じ。こと上にかばー。まあこういうのは勢いが大事。勢い、あっ、おー、なんかつっかかったけど、それが逆に良かった。あ、待て、こういうのさ、クリアするためにセーブしてってやってたらさ、そらクリアできるわな。でもそんなんじゃ比率かねえよな。そんなんじゃギャンブルいらんねえよな、おい。ちゃんとさ、大金用意してもらってんだから、俺だってさ、いや、これは無理やろ。これ本当にいけんのねえ、これいける感じ、これ、かっこいいよ。無理じゃない今のは。いけんの本当に。で、ここでちょっと待つんだね。あそこで突っかかってるわけじゃなくて、あそこで待ってるんです、私は。てかまあ、1回目は偶然突っかかったんだけど、で、ここなんすよ。これ本当に大丈夫なの？ねえ、知らないよ俺。ねえ、知らないよ、どうなっても。ああ、もう慣れたもんですわ。ここで一回待つんだよ、こうやって。で、こうやっていくと。で、ここはもう簡単。ここはもうタイミングだから、ただの。ここまでは大丈夫。で、問題はここなんですよ。これ本当にいけんのかと。で、一番右に行ったタイミングなんじゃないか。一番、こっ、もう微動だにしなかった。瞬間その場でなんかも当たったけど。何がひりつかないだ、何がギャンブルだ、バカ野郎が。セーブするわボケ。あんなの用意されたら無理に決まってんだろうが、こまめにセーブしねえとよ。ふざけんなよ、状況再現使わないと無理に決まってんだろ、こんなもん。ここでセーブだバカ野郎が。何がギャンブル、何がひりつくだ。ギャンブルするやつはバカだからよな。で、これでまあ、一回食らうじゃんな。で、状況再現していくから、これで、でも下押しっぱ、下押しっぱ、あ、下押しっぱじゃいけないのね。なるほどね。じゃあ一瞬待っていく。ああ、今言った、一瞬待っていけばいけるんだね。はいはいはい、見つけた。一瞬待っていく。あー、くー、判定がシビアだね。でも一瞬待っていく、一瞬、ほいで
何それもう、行くなら行け、ちゃんと。もうそんなもん、ゆっくりゆっくり後ろにいるやつ、お前。オーケーってコート。ちょっと暑いな。ん、この先透明人間が追いかけてくるぞ。だって気をつけた方がいいかな、透明人間。あのさ、さっきからさ、お前俺がセーブしてなかったらどうなってたと思うな。ふざけんじゃねえぞ。でこれは透明人間が来てるね。足跡はなんかちょっと見えるんだね。うん、足跡はちょっと見えるもんな。まあでも、あ、ちょっとお前ふざけんな。これどっち、これどっち、これどっち。くそ、あーごめん、なんか言ってた、もうあの即死するかと思って読んでなかった。あ、もう痛めつけすぎだろうがよ。やるならやれよ。なるほどね、下は罠と。あー忘れてた。いい加減にしろ。分かっちゃえば簡単なもんですわな。溶けちまえばここ上行けってことね。はいはいはい、そういうことね。下を多分何回連打しても多分行けなかったんだろうな。あ、今くっそ、今引っかかっちゃった。大丈夫、大丈夫かな、大丈夫か。よし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 よ、あるよあるよ、宝箱が、宝箱ある。うう、危ねえ。何ねえ、あの黄色くなってんの何、戻んなきゃいけない。でもこれよっかいだな、この主戦道が。何のためにやってんだよ今。欲は格だろ。なんだったらこの大会のコンセプト自体が欲じゃねえかよ。あ、あ、ん、あ、あ、なるほど、当選もなってるだけか。あ、じゃあこっからはもう安全なんだ、あいつ行けないから、あいつあそこ通れないから。で、ここ行きゃいいんだよね。でも怖いからセーブするよ、さすがに。はい、行ける。なんだ、こっちか、こっちでいいんだよね。説明がないけど、あ、かかあ、あ、あ、上だったんだね。左行かせようと思い、左行きたくなるじゃないですか。この奥行きがすげえ左にあるんだもん。でもこっちなんだね。違うだと、右なんだ、違う。え、あれ、なんかこの辺で死んだ。あ、かかあ、そういうことなのね。本当に初見殺しが好きなんだね、こういうことでしょ。ふざけやがって。わかんねえだろこんなの。うわー、なにこれ、1回目で絶対わかるわけねえだろあんなのよ。こういうことね。もう絶対なんか来る、絶対なんか起こる。あー、許して許して。オッケーで、これどうせ死ぬんだろ。景気づきに死んどっか、景気づきにな。あー、ありがとう、やった。しかも前回こそ差し掛かる。ってことはボス戦だな、間違いなく。残念、罠です。もうどれがどれかわかんねえ。どこ行けばよかったの、落ちるってこと。どれが正解だよ。はぁ、7分の1のロシアンルーレとさせられるんだけど急に。まあど真ん中どうかな。え、あ、落ちないんだ。え、下になんかあるな、他に道はなさそうだし。えい、ナムさん、ふう、なんだかなったな。どこにいる俺。あ、一番左上か。え、何、待ってたわよ。誰だこいつは。あー、誰だっけ。高身上竹林満月。え、何、三面狼全身アフロ、思い出した。いや、わからん、誰。まあいいわ、今から嫌でも知ることになるからね。逃げ逃げの逃げ。あー、どこ。急に始まる、そのさ、321とかあってもよくないですか。急に始まるやん。そういうことね、また逃げるのね、よけげが始まるのね、またね。もうじゃあ下押しっぱにしとくわ、これ。このシステム、あのメッセージ読みながら、もう下押しっぱにしてるから、俺。シフトと下押しっぱにもう読みながら、あー、今の、こわー。なるほど、コーナーで差をつけなきゃいけないんだな。コーナーをここで曲がる。で、ここ、来る。危ないねー。やばいこと、難易度上がってないか、危なー。なんてこと。そしてでもここで差をつけるなあ、この障害物。お前は、今ワープしなかったか、あいつずるくない。はい、はは、ずず、行き止まれねえよね、キリさん周りさ。追い詰められたか、こうなったらやるしかないな。向かってくるの、逃げずにこの栄楼に近づいてくるのか。近づかなきゃ手をぶちのめさないんでな。東方のキャラなのかな、わかんないんだよね俺。接触するとダメージを受ける。爪に唐辛子を塗ってあるので、引っかかれるとパニックになって5マスぐらいランダムに動く、動く方によっては連続で攻撃されるぞ。そして決定機で攻撃をする。はあ、そう難しいことじゃない。魔月のようにお前を倒すってことはな。ま、あ、いって、いった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 っていったいった。あ、そういうことね、そういうことか。なんかこの BGM が東方っぽくない？なんか、あ、今言った、なんで、あ、こここ、ああ、ああ、荒ぶってる、荒ぶってる、なんかすんげえことになって、あ、言って、ちょっと、
どうやって勝つの？あ、今ちょっと待って、今殴れ、いった赤い、痛い、この野郎、くそ、避け続ければいいんだ、とにかくこの壺を中心に、あ、危ね、今だろ、あー、なんで、あ、もうだから完全に相手が倒れるまで、あー、そういうことか、動かなくなったら攻撃できるわけじゃないんだ、この壺を中心にな、この壺を中心に、で、ここで殴っちゃダメなんだよ、さっきまでここで殴っちゃってたからあれだったけど、この壺、あー、くー、あー、はい、こうなったら殴れるんだ、で、また逃げるんだ、で、これを一生やるんだね、壺を中心に、壺を中心に、あーいって、くー、壺を中心に回り続けろ、ひたすら、あー、早すぎるとダメ、こうなる、一定の速度で、あー、はい、オッケー、今、よし、何発当たればいいのかな、あー、無理だ、強い、だいぶ難しくない？ちょっと待って、今なんか不思議な避け方をしたな、これとりあえず取って、いったー、取らせてくださいよ、もしかしてこういうことしたらいいのかな、外周を、おーしよしよし、外周を、あ、いったーい、あ、いった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 い、外周をこう大きく回るのが大事、大きく回る、はい、そういうことなんじゃない、これ大きく回る、あいつの対角線上に、あ、痛い、対角線上、くー、ここで、あー、くおー、よっしゃあ、危ねえ、ふっ、こんなもんだろ、なんで急に襲いかかってきたんだ、知らないの、あなた狙われてるわよ、は、どういうことだ、あなたを消すって依頼があったのよ、だから3カ所のふりをして紛れ込んだってわけ、お前びっくり、本当知らなかったのね、でも私じゃないわ、この依頼を受けたのは、ちょ待てよ他に誰かいるんだ、さあね、私はただ依頼を受けただけだから知らないわ、そうだ、依頼者は誰なんだ、それも知らないわ、メールでやり取りしてるから、今日は、おいおい、なんか教えろよ、やだやだのダメダメ、無理無理の拒否、無駄無駄のオラオラ、はあ、ダメダメ、何か教えないとダメ、拒否禁止、本当に知らないのよ、まあ一家の先一家、誰か出てきても内緒伏せるだけだ、じゃあ私は帰るわ。マリサはマジックドレインミサイルを覚えた、なんかいろいろ、おお、敵から MP を吸収する魔法のミサイルを放つ、強いじゃん、へえ。あとさ、スペルカードめっちゃ増えたんだよね、マスタースパーク、スペルカード使ってみようかな、マスタースパーク、ってでも敵が、これ絶対罠で、ハイとハイしかないんだもんだって、絶対死ぬだろ、あれ死なないんだ、またなんかさ、ほよよよ鉄骨渡り来ると思ったんだよな、絶対な、フールマンロードだ、地上99,999メートル、落ちれば死、絶望あの高山病ってレベルじゃねえそもそもなんか落ちる落ちないの以前に死ぬだろ、落ちれば死、あまりの恐怖に足が、いや、すくもないな、こんなもん全国の幼稚園にもあるぜいや、そうなんだ、今のマルソには恐怖同様ゼロ、それを渡り切れば第一ステージ突破だ、悲鳴がいいな、こんなもんで突破なんてよ、ビックリマークが出たら決定機でバランスを取れ、まずはもらうもんもらって、無人販売所、ビールお前今からすげえ神経研ぎ澄まして、なんか繊細な動きをしようっていうのにビール飲む感じ、まあでもこれがやめられねえんだよな、であとスペルカード買えるんだ、買っとく、味噌汁も買っとく、ハンジャン、あ、これはもう1個あるから、お金余っちゃってももうしょうがないから、缶ビールと、まあこの辺適当に、で回復して、でこっからだよね、あーやめろ、押すな、押すじゃない、まあ俺しかいないけどな誰も当たってない、俺しか、あっ、かっ、あぶねー、こういうことね、 BGM 消えちゃったBGM が消えちゃったよ、あ、BGM が音鳴り響いて、来るぞ、来る、来る、来ない、来ないのか、来ないのか、来るのか、
どっちなんだいがパワー唐突に来るんだな。いやこれランダムなのか、それともちゃんとさ場所決まってんのかな。確か1回目早かったよね危ない。で2回目もある程度間隔が相手から来た気がする。まだだと思う。この辺かな。そろそろ来るよ、そろそろ来るよ、そろそろ来るよ、来る来るよ来る。あでこっからは未知数、いつ来るか分かんねえぞ。落ち着け、落ち着いて、びっくりマークがちこいよ。びっくりマークをセンターに入れてスイッチ、びっくりマークをセンターに入れてスイッチ、びっくりマークがなんでなんで許されないのか今の。もう何回目のドラ、あ、ちょっと戻ろう、一回回復して戻るぜ。あとちょっと、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 はいはい。スペランカーバオトヨタ。何？なんか手に入れたけど何これ？でこれどうすんの俺？あ、あ、なるほどね。あけろ、ええ、ずるいよそれは。よっしゃ、勝ち、私の圧倒的勝ち。コングラチュレーション。ま、相手が悪かったってやつだぜ。まだ第一関門だ。気を抜くなよ。当たり前だ。私は警戒心が服を着て歩いてるようなもんだからな。それスカーリムのパクリで草。いやパクリじゃないから。てかスカーとかなんとかリムってなんだ。そんなのあるんだ知らなかった。絶対知ってて、草草の草。草取りの沖縄で草。いや知らないから。知らん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 。お、は、おっぺけぺー。モリスは部屋に案内される。次のギャンブルは麻雀だ。ふーん、常識的に考えてこのマリサが負けるわけで絶対にないないない。あ、得意分野ですね。あ、俺麻雀物心つく前からやってます。あ、ふん、我が目的のため貴様らはここで散っていってもらうよ。私のデータによるとお前ら全員犬死にする確率クイ。いいよ、こういうパーセント。あ、これ普通にやっていいですか、というかトンプ戦すか。あ、トンプ戦ではあるが普通のルールとは違うところが一つある。質問に答えててくっさ。きょわーくっさ。そんで違うってのは点数関係なしで最初に上がったやつの勝ちだ。残ってた全員負け。ほわー、なるほど、正真正銘一発勝負ってことか。くっくっく、お前らの死が一発で決まってしまうなんて儚いね。そんじゃハイパイすんべ。親はマリサになった。これはハイパイに全てがかかっている。ハイパイがクソだったら負け、逆に初手で転法すればもうカチカチの勝ち。うんぷてんぷ、幸運、采配、全てをものにする。しかしな、これ夢だろ。ところがどっこい、夢じゃありません、現実です、これが現実。マリサの店崩壊。まさかあれは私のデータによると神ハイパー、しまった、私の死ぬことが取り乱してしまった。しかし二人ともいい感じに勘違いしている。これは強行、圧倒的強行。しかしこのままやっても負けはどうこう。こうなったらな、なんだ、私のデータによるとこれは停電、電気を早くつけろ。は、急に停電するなんてな、マリサお前の番だぞ。つも何は、白衣色、何、なんだその役は、白衣色データにないぞ。ふん、これが才能ってやつだな。なんて、実は停電させすぎに灰を削って白にして、それすごい、逆にすごいけどな、そんなことできるんだあの一瞬で。あ、ありえん、貴様イカサマしただろ。あ、証拠はくるる、私のデータによるとマージにおいて白は4つまでしかないはずだ。一体どうやって。ほんじゃお前らにも 6.02×10 の23乗の匂いくらいは嗅がせやるよ。あー、ちょい待ち、ビデオ判定するから。判定も何も価値は明白だろ。いや、停電中にイカサマしてないか確認するだけだ。ほっか、あんな真っ暗でカメラ映ると思えんが。いや、ここのカメラ暗視機能ついてるんだよね。ほんじゃ確認します、後でよくね。いやや、る人ないから、時間ないって。家で女房と子供待ってるから、グリーンだから。分かったからさっさと確認するから。ダメ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 、絶対ダメ、確認ダメ。はい、ポチ。ふにゃー、そこにはマリサが手を削る姿が。これはまさか。やろう、違う違う違う、これは目の錯覚、ポルターガイストドッペルゲンガー。何やっても無駄だ、来てもらうぞ。やだやだやだ、ギョピピー。本性を表したな。データによるとここでハイパーチェンジを使ってお前を倒す確率 1919%。 ハイパーチェンジ、バトルになるってこと。これが私の真の姿だ、覚悟。なるほど、まあでもさ、ありったけの溜め込んどいたこいつらがあるわけよ。マスタースパーク打っちゃいますか。ここまで溜め込んどいたマスタースパークをな。あれ、
あれなんかさあ、アンダーテールシステムじゃないの？じゃないんだ。もっぺん打っていいのかな。すいません、回復しても自利品だよね。そろそろ終わらせてもらうぞ。強くないっていうか、あ、でもダメージ受けてない。じゃあ一回回復する余裕あるかな。これ回復して、魔力の矢を放った。 OK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 。 右のやつゴミだから、これさ、もうチャレンジャー3を先に落とせば、あ、やっぱりこれやるんだ。ちょっときついかな、ダメージ的に。でもな、ちょっとマスタースパー君取っときたいんだよな。スペルカード、いやでもさすがにこれスペルカード使わないと、これちょっとまともなダメージ与えれないか。使うか。これスーター魔法攻撃を防ぐ、いやこっちかな。やっぱマスタースパークかな。やばい、次回復しないとやばいか。いやいやいや、ちょっと行動パターン変える。なんだと、クールタイム解除、なんかよくわかんないけど、まあ一旦これちょっと次はどの道、これ味噌汁飲むしかないんで、ガブ飲みして、味噌汁がちょっと足りなくなってきそうで怖いな。味噌汁あといくつある？あ、マテリアルシールド、あー効かなかった、ナイス。んで、これか？敵から MP を吸収する。いや、これ使ってもな、MP 吸収したところでな、まあやっぱマスタースパークなのかな？マスタースパークでゴリ押す。よーしよしよしよし、1体になったらこっちのおったまげー、仲間の死で覚醒する確率 100%。 え、大技の準備をしている。防御だな一旦。危なかったね、防御しなかったら何回攻撃危ねー。よしよしよし、元に戻ったね。で水汁で立て直して OK。 でまた魔力の矢のそのルーチンね、そのルーチンに戻るんだったら、てもうさ、でもさ味噌汁がやばい、あんまない。あれか、石油ぶっかけて、必殺技で、あ、こんなんあるんだね。あ、例外あり、あ、こんなんあったのか。必殺技っていうのがなんか項目にあったから、何気なしに今見てみたら、石油ぶっかけて、で撃てば上がるよねダメージ。これでまあ、あとはちょっとマスタースパークはもう全体攻撃だからもったいないから、単体になったらちまちまやった方がいい。先手取られちゃった、やばい。頼む、決まって、あーやばいか、ちょっと攻めすぎちゃった。あぶね、先手取られた、今先手取らなかったら終わってた。あぶね、ちょっと攻めすぎた、気をつけろ。まだ落ちないか、気をつけろ。次回復でもいいな、お願い。よし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 、あぶねえ、1000円ゲット。いたた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 た、まったく危なかったぜ。マイカさっさと進もう。ちょっと待て、え、なに、ほわ、その声わかと思ってわけでもない、昨夜か。あら、少なめの脳みそでよく覚えてましたね。別に少なくないから。いや、少ないと法律で決まってるんで、はい、詐欺罪で罰金。で、何しに来たんだ。いくらあなたでももう気づいてると思いますが、あなたを消してほしいと依頼があったので。はあ、もうイライラ言って、こっちはイライラしてきてんだよ、イライラけに。あっ、そう、じゃあここでは戦いにくいから移動しましょう。え、ちょ、宝箱いっぱいあったじゃん。は、始めましょうか。後から公開すんだよ、公開すんだよ。ちょっと回復させてくんない。あ、なるほど、戦闘じゃないんだね。昨夜の技を避けよう、避け続けてると魔法陣が出現する。魔法陣に触れると昨夜に攻撃できるってはっきりわかんだね。右上と左上に回復結晶がある。近づいて決定機を押すと回復するけど、1回しか使えないから注意。あー、いってー、避けけってことや、避けけってことね。まだ使うべきじゃないな。なるほど。あ、いや、いった、何されたの今、赤パー。敵の能力ってこと今のが。強すぎんか今の能力って。なんか時止められたけど、あいつジョジョなのね、あいつディオかなんかなの。時止めてくる。ああ、時止められた、許して。あ、許された、どういうこと。え、いった、どういうこと。魔法陣はいつ出てくんの。あ、あー、あったあった。はい。で、痛いって。あの、四角形のやつも当たっちゃダメなんだよね、どうせ。くー、あ、許して。危なっ、あー、危ない、危ない。それ、ずっこくない、お前だけなんか能力使ってくんの。こっちも能力とか使えないわけ。痛っ、あ、あ、逃げろ、危ねえ、こっちも能力使わせろよ。なんか東宝ってさ、全員全キャラなんかあるんじゃないの、特殊能力が。
はいはいはい、オッケー。はい、次で最後かな、おそらく。全然楽勝じゃねえかよ。あっ、おお、なんで俺なんでこんなに俺は頑張ってるんだ。そんななんか、あっぷいよ、いこわー、いって動き遅い。そうか、四角形のやつに当たると動きが遅くなる。あーはっはっはっはー、許してください、許して、あ、許して、あれを取らして、あ、いや、やっかぽーやぽーや、取る、もう無理、もう無理、もう無理。あー、取らなくてもクリアできるかなって、ちょっとなんか満身が。オッケー、危な、ピューギミー、く、強い。当たり前だ、弱かったら寝てる。それにしてもなんでこんなところに来てまで私を消そうとしたんだ。いや、正直依頼とか報酬とかどうでもよかったんですが、あなたがメルカリで 5G 遮断ネックレスとか言って、ただの健康グッズを99、いくらこれ、9億で売りつけてるって話を聞いて、さすがにこれは閉めた方がいいかなって。あ、なんだそれ、お前マジで信じてるの、何それ、情報リテラシーって知ってる、え、やってないんですか。知らねえよそんな話。どうやら私の早とちりだったみたいですね。はあ、もう昨夜、はい、私がここで勝つための手助け、不正イカ様の手伝いしてくれよ。先生、堂々と戦ってください。イカ様とか知るのはさすがに危機感持った方がいいですよ。何がやばいかというと、魔法使いとして成熟してないんだよね。でもお前闇討ちしようとしたじゃん。うん、ありました。でもバレた時は擁護しませんからね。 Are you OK? Yes, I am。 あ、そうだ、これ渡しておきます、スペルカードと。ありがとね。え、ねえ、戻してね、宝箱いっぱいあったじゃん。だいぶ減ったようだな。ざわざわ。さて、次のギャンブルをする前に、霧雨マリサだったか。ん、なんだ、なんかさっき麻雀部屋ですごい音がしたんだけど、あと黒服が一人行方不明なんだけど。ピンポンパンポーン、船内放送です。さっき黒服が一人船酔いして帰りました。以上。あ、そういうことね、分かった。スピーカーをハッキングして嘘情報を流したのか。ナイス策や。まったく、今の一つ貸しですよ。おし、次のギャンブルを説明する前にまず全員降りてもらう。降りるってどういうこと。質問に答えとるやんとか言ったら三高で殺すけど、まあ外を見てくれ。パパパパパ、窓を覗くとそこにはもう無人島。そうだ、あそこが最後のギャンブル会場。 Welcome to Paradise 島だ。名前長すぎ、謙信。よし、さっさと降りるぞ。ちなみに同病は失格な。トガネワの言葉を聞くやいないや、全員出して外に出る。帰れ、お前は同病失格だ。今日はやれやれな、そんどがぶったまげ、よいしょね。さて、お待ちかねの最後のギャンブル、無人島バトルロイヤルだ。何？ルールは簡単。この無人島には武器とかがいっぱいあって、そこで殺し合いをしてもらう。無事生き残った勝者、英雄、チャンピオンだけが 6.02×10 の23兆円を手にする。殺し合い？そんなのやだ。杉の湯ホテルの嫌々の嫌。ちなみに危険はできないのと、24時間以内に一人も死ななかった場合、島が爆発して全員死にます。めちゃくちゃだ。つまり必然的に殺し合いが発生する。この島は地獄、インフェルノだ。ほう、面白いじゃねえか。キヒヒ、合法的に人が殺せるのか。赤身よ、これは試練。試練の前には殺人すらあるじゃ許しくださる。ふむ、前世紀サイレントダガーと呼ばれたわし、どこまでやるのか楽しみじゃの。戦いの中で命を落とすのもまた一挙。それではこれより3時間は攻撃禁止。それが終わればアナウンスをする。そしたらスタートだ。さあ、誰が生き残る。ラストゲーム、オープンザゲーム。もうなんか開示とかじゃ全然なくなってきてるじゃん。はぁ、とんでもないことになったな。大阪が聞こえるか。聞こえます。よし、さてと、本当にこの中に食料があるのか。ええ、ハッキングして得た計画書によると、この中に高レアードの物資があるようです。そうと分かればたられば。さっさと一滴マイチング。これね、時の学棒を手に入れた。時の学棒、ごくまれに魔法を反射する。クソ強えじゃん。ただごくまれって、ここから入れそうだな。おい、ええ、間違ったらね、バカシーケンス。ちょっと。まあもう慣れたもんだけどさ、セーブしたっけ。あぶねえ、さすがにセーブはしてたか。ちょっとまずパスワード、ギョワ、くそー、くそすぎて死亡。あー、そうだったね、このゲームはすぐ死ぬんだったね。ってことはなんかオブジェクトを調べなきゃいけないんだけど、調べると死ぬというそのジレンマな。うん、間違いなく後付けされたドアだよな。どこに鍵でもあるってか。鍵の場所は毎回違うようで、どこにあるか計画書にもないですね。謎解きしろってか。さっさと帰りたいんだが。あ、なるほどね。クロウ、カーディナル、ブルーロック、あ、色ね。ってことはなんだ、カーディナルってわかんないな。まあ、青と白、1234、クロウは黒だよね。1234、あれでも白とかなかったよな。黒と青はあったけど、緑と赤ってなかったよね。鍵穴？
はは、いろいろあるな。まあ、とりあえず1と3だけは分かったから、うん1、3、うん、うん1、3、うんってところまでは分かった。で、ここ何、これは何か意味があるわけではない。いや絶対なんか意味あるだろう。いや本当に何もないんだ。マジか。もうなんかいろいろゴミみたいなのあるけど何もない。ちょっとなんか別のまた色をなんとかして知らないといけないんだけど、もう一回この宝箱の殻を調べたりとか。え、この穴なんかわざとらしいな。いって、腕が疲れちまう。なんか棒のようなものでもあればな。棒のようなもの下かな。いったいよ、ウケポケプヨー。何の説明もなくし特に何の説明もなく死ぬと。なんで俺今タコ殴りにされた。せめてその説明くれない。あー、そういうことね。お前オブジェクトがね。今スマホでググったんだけどさ、カーディナルレッドってのがあるんだ。カーディナルって赤のことなんだね。じゃあ黒1、赤2、青が3で白が4でも結局緑は、まあじゃあ4132ではないよな。4が白、あ、え、ホワイトアイだけど緑、なんでなんだろう。まあよくわかんないけどいいや。あ、サバイバルだもんな。武器にはなりそうにないが、ここで避ける。あー、やっぱそうだ、避ければいいんだ。あ、木の枝を手に入れた。よし、このナイフで枝を削ってと。よし、完成だ。いい感じの棒を手に入れた。なるほどね。で、下にはいけないんだ結局。で、これもっぺん触ったら死にそうだからちょっと怖いからセーブして。あー、やっぱ死ぬんだな。なるほど、これも触れちゃダメなんだ。で、この木の棒を、あ、折れちまった。こうなったらよし、これで取れるな。鍵を手に入れた。で、鍵で、鍵穴がなんかこことここ、どっちなんだろう。右側も鍵穴確かあるんだよね。ん、結局ドアは使わないのかよ。あ、ドア使ったら絶対死んでたな今な。中に入りましたか。奥に進んでください。言われなくてもそうする。まだ入り組んでるね。だからバイバイよ。そういうことしてくるんですよね。忘れてましたよ。なんかさ、軽い気持ちでさ、ああいうとこ調べに行っちゃダメなんだよこのゲームは。な、てかここでもセーブしとこう。危ねえ危ねえ、忘れてたよ。そういうことするんだね。てかこうこうこう、あははダメか。うぃーバカが。で、これなるほど、避けても関係ねえ。どうせ死ぬのか。奥になんかあったりするのかな、この奥に。何にもない、ただ殺すためだけに、プレイヤーを殺すためだけに。あはははは、もう許してください。一番左を取ればいいのね。分かるわけないやん、こんなん初見で分かるわけないやんけ。殺す気しかない。なんだこの色が違う、てか色が違う結構多いな。色が違うよか結構多いね。何なんだろうね。でもうわあ色が違う床が何なんだろうと思わせといて、古典的な殺し方をしてくるから。ここな。で、セーブして、だ、戻ってくるのねお前ね。アップだクリアさせる気ないよね。あの、クリアさせる気がないですよね。スペルカードか。でも戻ってくるんでしょ、もうどうせ。あ、来ないんだ。これ色違うね、これね、色が違うね、これね。あー、色が違うところは無理なんだね。そこはもうまっすぐに来るんだ。だから絶対クリアさせる気ねえんだよな、さっきからな。でも色違うところはダメだからな。色が違うところはダメ。でもさ、宝箱とかもあるかもしれないからさ、ちゃんと調べなきゃいけないんだけど、ちゃんと調べようとすると突然死ぬので、そこの、あー、よー許されたかと思いきや、二段重ねですか。なるほどね。まあでも、分かった、こうしてこうだ。あれ、では何をしているんだ僕は。なぜ死に行ったんだい。まずこうで、ここ、こうして、あ、で、消えるんだね、あいつら。だーよー今なんかすごいことされちゃったね今ね。完全に暗記ゲーじゃねえかよこんなもんよ。こうやってやって、で、ここでこうでしょ、上から来ると思わせて。暗記ゲーじゃねえか。で、毎ターン HP が回復する、かっこ微量回復するのか。まあ、それでもないよりは全然ね。で、うわ、もう絶対あるよこれ。まあ下か上だな、真ん中は絶対罠だから。はっ、あー、もう行くこと自体がね行くこと自体がなんだ。あー、もうこれだってオブジェクトじゃないし、これすり抜けるし。あー、なるほど、あれイカサマだったんだ。完全にはハリボテなんだね。で、ここ行っちゃダメなんだ。
触れられなかったもんな。え、なにあいつ、ちょっと、え、お前言い続けるんだお前。なにあいつ、ちょっとこれ見よがしにさ、いたのこれ、ああ、はっ、うえ、あ、これ避けるためだけに。お前に話しかけてどうこうとかじゃないのか。この子は何なんだい。あ、いつ、あー、もうてか無理じゃんこれ。これ無理じゃん。いや、いけるのか、無理じゃないのか。うわー、うん、うっかー、無理無理だこれ、上行けねえや。ここは、ここは行ってないよね。ゴッドラーシ。でもあいつ動き遅かったじゃん。だからダッシュしてすぐ逃げる。はい、いや、生かしてよ。ああ、そこの右に、右に避ければ戻れたってことで、あ、もう戻れないんだね。そっか。え、渡れるんかい。お前すりで蹴られんのかよ、ハリボテかよ。なんなんだもう。だったらさ、いやでも実体あるやつもいたよな、ハリボテもいるしみたいな感じか。でこれ下行けないでしょ。え、あ、味噌汁かよ、こんなに頑張って。え、じゃあね、 ここは下行けないんだよねこれね。行けないんだよね、そうだよね、もちろんね。分かった分かった分かった。じゃあ、え、もうこれで全部取ったんじゃない。あとは戻って、オッケー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 。あ、こ、あ、何それ、なんでジャンプ台、え、普通の床だったよね、右から、ああ、なんだ、一番左は通れんのか、びっくりした。でここ通れるんだよな、両脇で。ちょ、覚えてない、どこに戻るんだっけ。一番左か、あ、そうだそうだ、一番左側の雪だるまで横を抜けて、ここだ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 。あー、しゃしゃ、戻ってきた。あー、ほんと対岸にしとけな、マジでな、いいかげどこだったら通れんの。え、もしかしていけない、一番下か。あ、一番下ならいけるんだ。ほん、大概にしろ。え、なんかもう怖いよこれ。大丈夫？またなんか、ん？あ、ほらほらほら、いたでしょ？あったでしょ？故障でしょ？よし、ここにこもってれば勝ちじゃね？逆漂流攻めだ。次にお前は賞金はモラッチバイニングという。賞金はモラッチバイニング、はっ。ジョジョだかカイジだかはっきりしようか。ははは、後付けさせてもらったぞ。追跡、尾行、追って。つけられてたってわけか。してやられましたね。ちょ、うるさいからつば切るわ。おい、ちょてめえ何者だ。ミスタービガンズ、そう認識していただきたい。で、目的は聞かなくてもわかるが、一応聞いてくれられるな。賞金だ。そのためにはお前から奪わなくてはならない。お前から奪うものは2つ。次のセリフは、その食料とお前の命だ。ギョワー、言えよ。お前は空気読めスカタンという。空気読めスカタン、ツンデブチュー。失敗続きだな、マリサ。しかしお前の人生最大の失敗は、この私にあったことだ。その言葉、スクリスの分丸ごと積み立てて返すぜ。人と人との出会いは運命で決まっている。私とお前は協調という運命により惹かれ合っていたのだ。それじゃあ、この運命はどっち側にとっての協調になると思う？面白い。始めようか。ミスタービガンズを倒せ！ミスタービガンズが現れた。驚異度星6。マリさんはどうする？様子を見る。面白い！810連釘パンチ！マリさん避けた！チャンス！揺るぎなき力。ファクス読めない、避けられた。私の番だな。あいってキノコ。いや、シンプルにぶん殴られて終わった。屈辱あるし。だからさ、覚えゲーじゃないですか結局。まあでも様子を見るのは良かったんじゃない。ここはいいよね。この後だ。まあスターフィンガーじゃない。スターフィンガー、ダメだ。ちょ、何今最後なんだ、螺旋岩かなんか。これか、ドーパミンク。まだだ、大技の予感がする。マスタースパークじゃないですかそこは。な、そこはやっぱ監督認めよう、お前は強い。だがこれは避けれるから、我が人生最大の最強の技、ライフスペランカークロック。スペランカークロックは概念的な闇を作り出し、敵から見えなくする技だ。そして私からお前が見える。くっ、まずいな、なんとかしろ。ちょっとニッコキの我慢せずなんか構わん。突っ切るしかねえ。それがなんだ、こっちの攻撃を避けらなきゃ意味がない。マフって読むのか。スターダストレベリー、タラコタロロ。チャンスだ、まだ続くのか。なーに、これどれかわかんない。これが
思い出せ、あの時掴んだマルクの確信を読めない。バリエリー、くー、私の負けだ。見りゃわかる。そうだ、お前に伝えなきゃならないことがある。というと、このギャンブルの賞金はしているな。 6.02×10の23兆円だろ。それがなんだ。実はそれは嘘だ。そんな金はない。はこれを見ろ。極秘文書。 6.02×10の23兆円で参加者を釣る。参加者に命がけのギャンブルをさせて生き残ったものを島に集める。ほんで島の手綱様の生贄にする。ご利益でも大儲けだ。勝ち。おっとげー。機密文書にアクセスしてぶっこ抜いた。それが真実だ。確かにおかしいと思っていた。なんで気づかなかったんだ。生き残りたければ逃げろマリサ。それを報告すれば警察とか FBI とか動く。借金は主催の名愛グループにしてる借金だろ。社長が捕まれば踏み倒せる。なるほどな、なるほど。だが私は二元侍。戦うのか。当たり前だな、クラッカー。次もトライムのストラクチャー。その時もれば行かなくちゃ。ギョッペペー。あ、宝箱になった。え、ふふふ、残念だマリサ。トガネはここまで気づかれてしまうなんて、いやはや想定外のマイトガイだ。てめえよくもこんなことを。言っとくけど、両親の呵責とか1ミリもないから、ゼロだからゼロ。クソゴミども、お前ら腐ってやがる。腐ってないから。日本国憲法第99億9000。お前ら腐ってるし、パラリスのお牛でシコシコ時間今炙りのな。エアポーツ、日本では人に残虐な刑罰するの禁止だから。はい、論破。一つってんだろハゲ。人外に拷問して誰が責めるかセルフにもかかるだ。うせガキが、黙らせてやる。逃げ逃げの逃げ。ああのなんか微動だに、あ、逃げればいいってことで、ってことは左行くか右行くか。左に釣ってから右だ。やば、早くないこいつ。あぶな。今なんで避けれた、今なんで許されたんだろうな。隣接してたけどな、明らかにな。え、これ何もしなければ俺の勝ちだけど。え、何もしなければ俺の勝ち。ちょ、あぶな。運命の分かれ道。ああ、右だったのかこれ。正解は全身バラバラ。右だったら正解だったってことでいいか。そういうことだよね。まあ、逃げ逃げの逃げは左に、お、ごめん、くー、戦いの中で成長しているだと。危ない。許されんのかよそれ。それ許されんのかよ。釣ってから一番右に、とい、はい、勝ち。はい、そういうことだ。危ない。で、ここな、運命の2択。ここで長いんだよこれが。またで、ここでな、左行くんじゃなくて右に行けば、今度こそよーし、はよし、これはもう体勢立て直して迎え撃つしかない。ライオンは体勢を立て直すための時間がもらえた。ちょっと自販機、これ見逃しに、めちゃめちゃ上がるってわけでもないけど、数ターン攻撃力と、魔法攻撃も上がる。エナジードリンク、こんなんいるでしょう。数ターンか、2個ぐらいいるかな。これはもう一番いるでしょうね、マスタースパークね。あと味噌汁、何より一番いるかもしれない。味噌汁、もっとだ。8個、残りよ。スペルカード、これでどうだ。よし、買い物する前にセーブしとけばよかった。本当にこれでよかったんだろうか。スペルカード、さらに、そして上の方は見た感じ何もなさそうだな。あれ、あ、こっちもないのか。え、どこ行けばいいの。どんどん左行けばいいの。あー、いる。見晴らしがいいだろ。ここにお前の墓が立つんだ。あー、それは楽しみだな。まだ使わないから先に入れてやるよ。どこまでも生意気なガキだな。似た者同士ってわけだな。メイドの土産に教えてやるが、お前に刺客を送ったのは私だ。お前が手綱様の意見になることは最初から決まっていたし、だがその前に戦力を阻害とかにはならん。手綱様って何なんだ。随分と臆病だな。まあいい、その減らず口も直に動かなくなる。ごたごいからさっさと来たらどうだ。トカネアルボ起動。ギョワー、おや、ずいぶんビビってるようだな。ビビビビビビビってるし、ビビってるビビってる。嘘ついたからハリセンボン伸ばす。ノマノマ、ビビってなからノーマン。ふん、どちらにせよこのトガネアロボの強さを知ることになる。トガネアロボが出現した。見るがいい、名愛グループのイカズチよな。まあまあ、あ、防御しちゃった、間違えた。あ、間違えちゃった。あ、でもそんなもんか。おお、まずエナジードリンク、そんなもんでいいんだ。これまさか2段階上がるか。でもそれはもったいない。切れかけのところで使うのがいいんだから。で、まずはマスタースパック、ガンガンに溜め込んだマスタースパックをここで、え、麻痺してくんの。
言ってお前バカ野郎、味噌汁オッケー。でそろそろ切れるじゃないですか。そろそろ切れるところで2段階アップ。あ、2段階上がんないのね。あ、じゃあもう完全に無駄、めちゃくちゃ損した。まあでもオッケー、これでダメージ量がこれだ、まだいいか。てか石油分かけるのはまあいいか。缶ビールも飲まなくていい。今はひたすらにマスタースパーク、マスタースパーク溜め込んだ、ありったけん溜め込んだマスタースパークをぶちかます。ここで全部使う。ナイス、いいよ、そのデレコードいいよ。ありったけ使って、多分全部使い切っても倒せないでしょう。ラスボス戦だろうからパワー全開。あんま変わってねえな。準備をしている、最強の準備をしている。ここでこれなんさ、気合回避、回避の対戦に立った。ビッグファントも放ったけど避けちゃえば問題ないんですと。そしてマスタースパークで、さらにマスタースパーク行って、ちょっとここで味噌汁早くして。 T ミサイルいいよ、それは全然効かないから。でマスタースパーク、素早さが上がりまくった。まあでもまだ、あー、ついにここでマスタースパークなくなっちゃったけど、ここで石油をぶっかけて、石油ぶっかけて、そしてファイヤー。まだ回復しなくていいかな。おい、倒した。てか強くね、ファイヤー。マスタースパークなくてよかったんじゃね。ドンパチ、まあ大したことない、マイコプラズマック。はい、解散解散、こんなこともう終わりにしようぜ。終わりだと？まさかラスボスがまだいるのか。トガネは、お前はこのエリート一族に生まれたからには勝ち続けなければならん。それがこのエリート一族にあるべき姿。ナンバーワン以外は許されんぞ。はい、父さん。言ったはずだ。ナンバーワンでなければ意味がないと。でも父さん、それ以外の科目は1位だったんだ。それがなんだ？我が一族は完璧でなければならない。これが完璧と言えるのか？言えぬ。全てにおいて1位でなければ意味がないのだ。はい、父さん。私は血の滲むような努力を重ねた。父に認めてもらうために。人の何倍も努力をした。そのなのに父は一度も私を褒めることはなかった。トガネはお前には失望した。てかトガネはって下の名前なんだ。申し訳ありません。一体何のためにお前を揃ったと思っている。お前は関東だ、出て行け。こうして私は家を追い出された。いつか絶対に父を見返してやる。そのために私は上を目指し続けた。おいトガネは、ここは明日までに全部やっとけ。それまで帰るの禁止ね。はい、承知しました。努力した。私は旅行先で神を名乗る存在と出会った。私に生贄を授ければ願いを叶えてやろう。私は病気で余命数ヶ月だった父を生贄に捧げた。もはや本来の目的などどうでもよかった。成り上がりたかった。トガネはお前昇格だ、明日から。はい、ありがとうございます。それから私は成功していった。お前 D ランクに降格。水田のあんかけ、昇格されたけなければお命返上しろ。今日は承知いたしました。私はこの社会のトップになっていた。世を支配するのは腕っぷしか。それは獣の世界だけの話だ。この世は金、金さえあれば幸福、暴力なんだって買える。友情などというゴミとは比べられんほどにな。この世の勝者である私が負けるなどあってはならんのだ。タズナ様、どうか私を生贄として捧げます。どうか奴を消してください。おい、この辺にしとけよ。聞き入れた。マリサよ、何としてもお前は死ななければならん。いや、さっき普通に喋っとったやん。今更言葉通じない化け物感出すなや。やばいの共和国。あ、逃げるんだ。あやー、余計系が始まる。今ただこの場から逃げるザ・ランしかない。来てる。バトルになるの。逃げるんだ。絶対戦ったら負けるんだ、多分。だから逃げるんだ。そしたらなんか知らないけど許される。なんか知らないけど待ってくれるんだ、ちょっとな。しかもなんか、ちょっとここも待ってくれるんだ。それから来るんだよな。で、ひたすら逃げる。こういうことでしょ？戦ったら絶対殺されるもん。で、そこでなんか知ってるけど逃げたら、ちょっとなんか待ってくれるんだよな。あ、逃げちゃった、みたいな感じで。あ、危ない。およ、え、追い詰められた。やばい。今の狂気はオタワ共和国、今まで散々素敵な目に遭ってきたけど、コントということはおしまいだ。昨夜私もいるわ。読めないまで遅すぎるんだっちゅうの。マリサ怖かったんだからね。やめてください、寒いです。あ、はいはい、
すわせん。アイテムもいっぱい持ってきたわ。金取るけど、マジってのこんな状況で。現場さん、あーなんか飛んでったら。はいはい、そこまで。準備はできました？あ、なるほど。セーブさせてくれるのね。ラスボス戦前の、あの特有のね。特有の現象な。猫のピラミッド、何これ。味方全体強すぎる。なんだこれは。そして、まあ、まずは、まあ、バフは大事で、これもこれがもう全て、これがこの世の全て。これを買って、まあ、あとは、まあ、スペルカードいるかな。別にいらないよね。で戦えばいいのかな。準備はでか、はい。スペルカード多分ドゥルドゥルドゥル、意図的に持ち化けしてたろ。持ち化ける。最初に聞けるとは何だったの。空気読めお前ら、ほんまつまらんわ。そこで俺らほんまどうかと思いますけどね。黙れハゲ、お前の頭にキャベツ植える。じゃあこっちはあなたの家の父さんに粘土とか詰めて使用不能にします。どうせは何とか思ってるだろうけど、やる。怖いわ。そしたらまずは、石油をぶっかけます。で、うわなんかいろいろ、あ、そっか、こいつらもスペルカード時間を停止させるだと。めっちゃ使いたいけどスペルカード買ってね、買えばよかった、まあ、必殺技見切り、まあいろいろやってみましょう。スマートロバー、スローイングナイフ、まあこれ打ってみようか。スターリングラード、味方全体の攻撃とかいろいろ上がる。超復活祭、味方を、蘇生。トワライアングルパング、敵に3回攻撃、ハイスピードパウンド、まあこれかな。はい、あんま効かねー。はい、スローイングナイフで灯油ぶっかけて、敵の攻撃であんま大したことなかったからこれいけんじゃね、普通に。エナジードリンクをこうして、まあトライアングルファングかな。ほんでこう、はい、1110ダメージ。結局マリサが一応強いんだ、ど真ん中。これマリサ攻撃させとけよくね、ひたすらに。これで一生ファイヤー打ってさ、残り2人はなんかさ、サポート役に回ればよくないか、これ。まあ、サポート役に回るっつってもやることないか、あんまり。まあ、じゃあ殴る。スマートロバー。トライアントファング。214、ちょっとずれちゃったもんな。トライアングルファング。あ、やべ、邪神剣、強そう。あー、早っ。スマートロバー。昨夜の攻撃はちょっと早いんだね。タイミングがちょっとずれるから難しいな。ここで回復薬で味噌汁をこう。はい、ど真ん中。え、跳ね返した、跳ね返されちゃった。せっかくど真ん中に当てたのに。まあやること一緒かな。うん、味噌汁をこう。スマートロバー反撃、反撃し、痛い、痛い、痛い、ちょっと、あの音割れがえぐい。しかも混乱しちゃった、やばい、混乱しちゃった。あー、やばいかこれ。一旦ちょっとここで猫のピラミッド。あー、なになに。あー、攻撃、あ、混乱中の攻撃もそれされる、させられるんだ、なるほどね。あー、ちょっと混乱だよね。いやこれさ、わざとなんか外した方がよくないか。あー、これだって混乱中だからさ、自分に攻撃するわけだから、わざと外した方が良くない？敵に攻撃する場合もあるのか、難しい。あー、やられちゃった。まあファイヤー打って、超復活祭は TP100 かかるのか。蘇生は持ってないから、一旦じゃあ防御して TP を貯めて、 そんで、あー、めっちゃずれちゃった。ファイヤー打って、ちょっと防御で溜めてから復活しよう。あー、またずれちゃった。難しいんだよな、意外とな。ファイヤー、これか。 OK、 立て直してファイヤー。ファイヤーあんま効かない、なんでだ。灯油の効果が、あー、もうそれだから。それマジで音割れえぐいんだって。あー、やばいな、沈黙になっちゃった。なんか状態異常を直すやつはないのかな。ないんだね。技の準備をしてるとか言われたけど大丈夫か。死の標的、あ、やばい、死の宣告みたいなの食らった。気合回避、攻撃するしかない。え、
強っ。今何の技使った？めっちゃ強かったな。あ、じゃあ今なんか600ダメージぐらい与えたよ。今何した？なんかわかんないけど今600ダメージぐらい、あー与えたけど何だったのかわかんない。これちょっとあれだな、スペルカード買ってやり直した方がいいかもな。もう死って何なのこれ、使ってみるか。わかんないけど死ぬのかな。おい、あちょねえ、もうめちゃくちゃ怖かった。何今の、とんでもねえアイテムじゃねえかこの死って。なんか使ったらさ、音割れ、えぐい音割れがすんげえ鳴り響いた後にさ、これ通れるんだこれ。だいぶ間違えてましたね。スペルカードっす、この世はスペルカードです。で売却はできないんだな。じゃあこれでスペルカードでやれば勝てるんじゃない。回復いらないかもしれない。どうせ復活させることができるから。でマスタースパークじゃなくて他のやつらのやつを使ってみたいな。で石油とりあえずぶっかけよう一旦。でこれは何、この時間を停止させる。でスター、これは味方全体の攻撃力が上がる。これも使おう。あー、いいよ。で強化されている。やめろそれマジで、それほんとやめろ。いやもう何にもできなくなっちゃった。状態異常、あデバフを直す。まあマリサかな。でマリサでマスタースパークかな一旦。2回行動、あ2回行動できる。あびっくりした、2回行動できねえわ。なんだ今2回行動できたように見えたのは錯覚か、よくわかんねえ。まあデバフ直そう一旦。やっぱ2回行動できる、どういうこと。2回行動できるのってこれやっぱあれ、うわー強っ、うーわーえぐ、これあれバフがかかってる効果なのかな。とんでもないじゃん、2回行動でき、今殴り放題ってこと、強すぎん。何この効果、強すぎるでしょ。ちょっとビール、やべビール切れちゃった、くーキンキンに冷えてたのに。まあこの辺打つ、いやでも時間止めたところでだよな。まあ強いんだろうけど昨夜自体の攻撃力が大したことないからさ。でもこれいつまで止まってんの。あ3ターンもなんだ。あこれ立て直すときめっちゃいいな。でも確かに、なるほどね。あなるほど、スペルカードの技を使ってる最中にスペルカードの技は使えないんだ。時を止めた状態でさらに時を止めるみたいなことになっちゃうもんな。なるほどな。数ターン魔法攻撃を防ぐんだよな。これ強いけどな。魔法攻撃防ぐ。これ使おうか。で、ああ、ここがやることあんまないかもな、意外と。石油でもぶっかけとくか。で、とにかくこれが強い。このスターリングラード、これだけでいいかもしれない、なんだったら。あれなんだ、魔法を跳ね返すのって自分だけなん、単体なんだ。マリサだけなんだね。これマリサ跳ね返さないのかよ。あーこれ魔法攻撃扱いじゃないんだ。じゃあこのマジカーブ装備はあんま微妙だな。2回行動は強いよね、どう考えても。超ぶっ壊れだと思うわ。あ、違う、ま、味噌汁飲んで。真ん中。はい。石油が効いてます。あれ、あ、石油って1回限りなんだ、効果。そらそうか。イリュージョンレーザーの方が強いとこある？まあ、ここはまあ、なんでもいいや。あ、まあ、防御でいいかな。ちょっと HP 減ってるし。まあ、味噌汁かな。
さっきよりはだいぶいい感じ。あれ、麻痺、麻痺いいね。しかも能力が戻っちゃったのか。いやでも麻痺いいな。ファイヤー、ナイフ、殴れないんだったらまあ防御しかないか。ど真ん中、ああ早い。でも麻痺めっちゃ強い。はめ殺そう。オーケー、デバフ切れた、デバフ切れた、デバフ切れた。ど真ん中、まだ麻痺てるね。どっちの方が強いんだ。次のターン高速で攻撃、たまにひるませる。まあやろうか。あ、技の準備をしてるから一旦かかるんだ。あのめっちゃ強いやつだ、600ダメージぐらい与えたやつだ。さっき麻痺の解除してきたから、これで麻痺、また麻痺らせる。まあラスボスなのに麻痺が効く。はい、これ強い、これがクソ強いんだよ。あ、さらにひるませた相手を。状態異常めっちゃ効くやんこのラスボスなるほどね、そうと分かれば。そしてまた打つんだ。はい、スピードパウンドな、これクソ強いからよ。そして麻痺らせるんだ、麻痺らせるんだ。麻痺んないか。まあ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 、これ麻痺チャンスが毎ターン来るんでね。そしてこれだ。はい、またひるんじゃって何もできないね。気をつけてください。そしたら行動パターンが変わる頃です。メタミキッショなんか気象って証拠あるんですか。ああ、もう喋ってる最中にああ早くなっちゃった。麻痺で、麻痺ないか。麻痺で低確率っぽいな。だいぶ薄いとこ引いたっぽいね。あー、これ打てなくなっちゃったから、まあこっちか。ど真ん中、麻痺で、麻痺ないか。このバーがさ、この速度がさ、毎回一定じゃないから、速かったり遅かったりで大変なんだよな。技によって速さが決まってるとかいうわけでもないからさ、速い時もあれば遅い時もあるので、マジで反射神経。遅いとな、真ん中結構射止められるんですが、早いと、おい、まあひんないか。しかもなんかど真ん中引いたからといってめちゃくちゃ強くなるわけでもないよな、ダメージ。まあでもやっぱま、かたくなに麻痺を狙った方が強いと思う。当たった時のリターンがやっぱり、麻痺になった時のリターンがえぐいんで。で別にファイヤーとそんなにダメージ、まあ、うん、ファイヤーの方が強いけど、ダメージ量はどっちを取るかだね。どうなんだろう。っていうか敵がなんかさ、状態異常してこなくなったからだいぶ出れてるから、てかこれもファイヤーの方がいいかな。ちょっとわかんないな、どっちがいいか。あー、まだ打てない。まあ味噌汁かな。あー早い、早いパターンか。うーん、あんまり変わんないんだよな。やべえ、標的になっちゃった。くー、標的になっちゃった。まあでも TP 溜まってるからね、回復、あの復活させられるんで。いい感じなんじゃない、いい感じなんじゃないの。オーバーエリミネーションを放った。なんだこれは、新しい技。あー、クソだり、これはだるすぎる、だるすぎる。っていうかもうこれ終わるんじゃね、これして下手したら危な、死んじゃいます。あ、まあ死の宣告受けてるから、これ自分かな、 TP もったいないから。ハイスピードパウンド間に合うかな、技の準備してる余裕ある。もう死んじゃう、あー死んじゃうよね。まあ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 、死の宣告受けてたんでしょうがない。これでゾンビアタックしよう。あぶねー、死にかけた。あー、もうないのか、やばい、何もできない。まあゾンビ作戦するしかないな、こうなってくるとな。あぶね、あぶね、あぶねっていうかもう余裕でずれてる。あー、やることがなくなっちゃったんだよね。まあ攻撃するしかないっすね。これ強い、ひるまないか。で真ん中あたりで、真ん中あたりで、OK、 MP 回復、 MP 吸収して、
こっちか。ゾンビアタックをするしかない。回復する術がもうないのでゾンビアタックするしかない。 MP 吸収してファイヤー真ん中あたりでぐわー反撃がだるすぎる。真ん中あたりでな、跳ね返してくんのかよ。おいさすがにか、強いな。いやまあ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 、でもねだいぶ分かってきました。てかもうあーダメか、ここで終われって思ったけどさすがにね。いやいや分かりました分かりました分かりました。次は絶対勝つ。戦法としては単純、まあまあファイヤー、最初 TP を貯めましょう。昨夜の TP を貯めましょう。で石油を油まみれにして、そしてど真ん中ファイヤードーン800で、まあこれで TP を貯めましょう。45溜まってさらに溜まってさらに75溜まったら、溜まったら何をするかって、まあこういうことなんですよね。で石油ファイヤーからのザワールド、そしてひたすらにこれ、ひたすらにこれ、そしてひたすらにこれだ。よしいい感じなんじゃないか今のところ。でファイヤー自分で味噌汁で回復、そしてあそっかもうあれか、もう石油使い切ったのか。じゃあまあこうか、雷でまた TP 貯めとくか。で味噌汁で回復、 OKOK、 まひれ、もうなんか出れてくんないときついんだ、もうそれきついんだよな。あでも意外とそんなもんならよし、まあこうだね。ここだよね、やることがなくなったら。まあ防御かで、これで TP 貯めて、やめて、うーまひったか。まあでもまあ世界クールタイム中、あもう世界クールタイム終わったか、終わったタイミングでそれされるのクソだるいな。缶ビールで無理やり直す。で防御、あまだクールタイム中だったのか、デバフのマークで隠れてただけか。じゃあちょっともったいないことしたな。自分を味噌汁かな。でまあ TP 貯めときましょうちょっとでも。でここはまあ防御かな、どうせやれないし何も。あ暗闇解けた、そしたら技の準備しましょうか。おい来ましたね。ここどうしようかな、まあ防御でいいか。でこれ使って、そしてハイスピードバウンドと、いい感じなんじゃない今回。さすがに3度目の正直、もう3度目だっけ4度目だっけ、もう何回こチャレンジしたか忘れたけど、そうだろこのタイミングでお前沈黙してくんの、マジそゴミだろお前マジで、やってることふざけんなよ。ビール使うのもったいないけどな。いや取っときたいよな、さすがにこんなところで使っていいのか。何もやれることがない、やれることがないんだったらビールか、もうやれることがない。まあこういくか。あナイスひるみ、ナイスひるみ、会心ナイス、いい感じなんじゃないの。これな麻痺させてもしょうがない、時止めるからどうせ。だったら火力、これは防御、 TP 貯めたい、ファイヤー、そしてザワールド、そしてスマートロバーレンドだ。締めて1700ダメージくらい与えて いく683、1300
1900ダメージ、気をつけてください。そして気をつけてくださいと言われてパターンが変わります。そして私はまだ4枚残している。さすがに勝った。これでもう昨夜が落ちなければ勝ち。これ TP 貯めたい。あ、まあこれで貯めるか。おっそ、邪神剣ね、ひるんだ。まあ昨夜はどうせあの、うわー、もうしかもマジかよ、カウンターされて跳ね返されて麻痺まで食らっちゃった。考えうる限り最悪の、まあハイスピードパウンド。まあ世界クールタイム中なんで、今はまあ別に世界のクールタイムが終わってからが本番なんでね、俺たちのな。味噌汁、防御、ひたすらに昨夜を生きながらえらせる。まあ TP 溜まっちゃってんで、もう防御で。マリス最後落ちてもいいや。まあこうかな。あ、はい、じゃあ打ちますか。でまあ防御、麻痺しちゃったね。もうマジでさ、こういう時にかけて麻痺するんだよな。まあ俺がファイヤーにしなかった俺が悪いか。で602、あはい、そういうこともするんだね。ちょっと動揺しずれちゃったよ、あまりの喜びに。まあでも いいんじゃない、素晴らしかったよ、素晴らしい戦果でした。じゃあ防御してください。あとはあとは防御して生きながらえてくださいね。で TP 貯めていただいて3回連続攻撃で、まあまあまあ今クールタイム中だから世界の、まあ防御かな、防御、あーまあ攻撃か。ひたすらに生存優先、なるべく防御しまくって生存優先していただいて、そして溜まった暁にはこれを打つと。もうひたすら分かりやすい戦法としては、戦略としてはもう単純シンプルに耐えて時を止めるっていう、その戦略で耐えて。これも強いからね、ひるまなくてもまあいいでしょう。死の標的、まあまあしょうがない、受け入れましょう。まあ防御、そしてまあこれ打っとくか。TP 貯めて、ナイス、最強を準備している。これどうなるんだろう、準備、これ準備なくなるのかな、気になるところだがあるが、まずは一旦このナイフ投げに集中しましょう。600500、あーちょっとずれちゃった、まあ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 1600で、これ最強準備してるのか、相手はどうなんだ、わかんないから、気合回避、防御とかにしておこう。来るのかな、なかったことにはなかったことになってるね。なるほど、時止めでやっぱりあの単消費して、しかも跳ね返した、ナイス。なるほど、時止めでターン経過することによってやっぱ消えるんだ、やっぱ強いな。じゃあ時止め、やっぱいろんな意味で強いね。準備して、ちょっと昨夜さん落ちそうなので、まあ引っちゃったね、いいよ。じゃあどうしようかな、味噌汁飲ませて、おお、え、マジ、今まであんなに苦労したのにまだ全然余力残して勝っちゃった、うわマジか、うわ気持ちよかった、今急に来たね、やったか、
これで終わりですね。観念しろ化け物、私の勝ちだぜ。私たちね、黙れあげ。いや何もおかしいこと言ってないから、ピーマンだからグリーンだから。危ない、キャッパー、ファイオレハマリさん、ギョーラー、全身がいたと300。はっ、貴様は消えてはならんのだ。おひゃ、なんでチェックメイト、最大出力炉心解放、マスタースパーク。こうしてマリサたちはあのクソ忌々しい島から脱出した。後から知った話なのが、ピラミッドって当時の技術は建設不可能らしい。やばくない、ロストテクノロジーってやつだよ。なんか話変わりすぎやろそういえば塩素系洗剤ってトイレに置いてあるだけでも怖くない。何の話やいや、マリさん今頃苦労してるだろうな。今度会った時飯でもおごってあげようかしら。それで仲直りってことで、我ながら最高のプランね。マリさんも喜ぶ顔が目に浮かぶわ。あ、でも怒ってるかも。ホラーゲンみたいに問答無用で押せてきたらどうしよう。そうそう、こんな感じ。でもこれはちょっと怖すぎだけど。ってあれ、おしまい。お借りしたところどうのこうの。スペシャルごめんなさい。このゲームは非公式で、そらそうだろうな。これ公式だったら逆にびっくりする。はい、ということで、賭博魔術録マリサでした。なんか、じゃんけんゲームとか、そういうのすんのかなと思ったけど、全然そんな感じじゃなかったわ。普通に死にゲーでした。ありがとうございました。